定年を前にしたサラリーマンの中には、在籍している企業に残り再雇用されるか、それとも全く別な企業に活路を見出すかで悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。ちなみに在籍企業からの再雇用を受けずに別な企業に就職される方の割合は8人に1人と言われます。そういう方のために再雇用・再就職判断のガイドラインを作ってみました。順を追って説明したいと思います。第一ステップです。在籍する企業への満足度はあるのか、そして再就職後の提示条件に満足できるのか、あるいは妥協できるのかということです。イエスならもちろん再雇用されるべきでしょう。ノーの場合は下に進んでください。第2ステップです。多少のリスクを冒してでも新たな可能性にかけたい、すなわちイエスと思うのなら下に進んでください。そう思わないのなら再雇用される方をお勧めします。第3ステップです。専門職と一般職では多少ニュアンスが異なります。営業職では社外に人脈の多い人、専門職では資格やスキルを持った人の方が再就職には断然有利になります。イエスなら再就職を、ノーならば再雇用された方がいいでしょう。いかがだったでしょうか。補足ですが、私は定年後に再就職を2度経験しましたが、2つ目の企業でそれなりの満足度を得られた気がします。このガイドラインが定年後の進路に悩まれる方にとって少しでもお役に立てれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。